2023年度の補正予算案で、防衛省は8130億円を計上し、その大部分を鹿児島県の馬毛島へのアメリカ軍機訓練移転に伴う自衛隊基地整備に充てる予定との情報をキャッチしたよ。馬毛島の整備費用はもうすぐ1兆円を超えてくるが、馬毛島の160億円がなんだか安かったように感じているぜ。野党の反対で大幅に遅れた馬毛島の整備計画、すべては野党が遅らせた結果で現在の物価高騰の責任は野党側にあるとも言えるよな。そうだね。今回は、現在急ピッチで整備されている馬毛島の現状を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛省は10日、2023年度補正予算案に防衛力や災害対処能力強化を目的として総額8130億円を計上したと発表したよ。鹿児島県西之表市馬毛島へのアメリカ軍機訓練の移転を伴う自衛隊基地整備経費として歳出ベースで、2684億円を充当して、経由施設や滑走路などの整備を加速させる見込みだね。馬毛島はロケット発射基地として有名な種ヶ島の西 12km に浮かぶ島で、住民登録はされているが、実質的には無人島だな。これに関しては用地買収問題などが発生したから、知っているよな。さて、馬毛島整備経費はアメリカ軍再編関連予算3169億円の大半を占める金額となったね。契約ベースでは839億円で、環境調査や詳細検討なども含む12年度からの予算を積み上げていくと計8519億円にまで達していて、24年度予算では一層の上積みも予想され、1兆円が間近に迫っていることになるんだ。同省によると、工事の進捗に応じて年度内の支出分が増えたほか、人件費や資材単価の高騰で当初予算の見込みより多くなってしまったということで、基地の早期整備に向け、資機材の輸送力を強化するため船を追加投入する経費にも充てるみたい。防衛省が8月に発表した24年度予算概算要求では、馬毛島内で最新鋭ステルス戦闘機 F-35B の訓練施設の整備を進めるため約64億円を計上しているよ。都市近郊の基地や基地周辺に人家も多いから、どちらが先かという問題はスルーできないんだ。騒音や基地活動と周辺市街の民生がクロスし、双方にストレスやトラブルが生じ、機能不全となる問題が増える状況が山積しているからね。そんな中ではこのような無人島を活用したり、基地の再配置検討、国防戦略的な防衛基地のありようを根本的に見直す事例になると考える向きもあるようだな。日本の場合、列車や自動車で移動しても町や人家が途切れることがほとんどなく、よほどの僻地や山奥でない限り、人家の生活域が垣間見られ、日本の面積の狭さはネックとなっているぜ。国家の公共福祉や防衛政策といえども、取り組みとして国民一人一人の生活をないがしろにしてはならないのは当然のことで、国民を守ることが国防だし、しっかりとした対策と保障をしてことに当たることが政府の責任なのは言うまでもないよね。離島無人島を活用して広大な EEZ 排他的経済水域エクスクルーシブエコノミックゾーンを保守管理及び国土防衛を兼ねることにすれば、補給や兵站などに課題は残るけど、解決のアイデアや対応技術力は多種多様に存在しているんじゃないかな。いずれにしても国土防衛の前線基地が必要ということは間違いないという意見も多々あるんだ。沖縄県、鹿児島県近海では10月から11月にかけての1ヶ月間にわたり、いつにも増して中国軍の艦船、航空機などの活動が活発化しているよ。中国の艦船は、10月1日フリゲート艦2隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を航行し、1ヶ月後の11月1日には同じ海域を駆逐艦1隻が航行し、翌11月2日にはフリゲート艦2隻が鹿児島県奄美大島沖を航行したみたい。一方の航空機だけど戦闘機、爆撃機、偵察機などの活動は100回以上で、その内容としてはスホイ 30MKK、スホイ 35S、J10C、H6K、Y8、Y8J などの機体が確認されたそうで、多種多様な航空機を飛ばしたものとなっているよ。上述の活動はどれにしても、日本領空や領海を侵犯したものではないが、
中国は軍事力増強を背景として、日本の周辺海域で活発に活動していることは事実として受け止めなければならない状態だよな。中国の艦船、航空機が日本の周辺海域で活動を盛んに行う可能性は残念ながら今後も高く、中国はアメリカとの軍事バランスを重視しているため、将来的にも太平洋地域での存在感拡大を図っていくことは容易に予想できるぜ。最近、新型 FFM フリゲートマルチパーパスマインウォーフェア多機能護衛艦12隻の建造期間を5年に短縮するとか、アメリカから巡航ミサイルトマホークを購入する予定など、驚く速さで矢継ぎ早に防衛を強化しようとしていると感じるもんね。なんでこんなに急ぐのか、本当に必要なのか、何より金はどうするのかなどと疑問が浮かんでくるのは当然だよな。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNIUS ネイバルインスティチュートの発表によると、日本最大級の軍艦が2024年 F-35B ライトニング2戦闘機を運用するための一連の試験を受けるためアメリカ東海岸に来航するということで、この発表は2023年11月13日のことだったよ。USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは出雲型護衛艦のことで、2023年11月現在、2番艦加賀の飛行甲板形状が一新され、必要な改修が行われた状態で、試験航海などの実施中なんだって。日本側の視察団海上自衛艦と航空自衛艦で編成は、すでに10月末にアメリカ東海岸で大西洋沖を遊翼するイギリスの航空母艦空母プリンス・オブ・ウェールズ上で F-35B 戦闘機の運用試験を視察したみたい。ちなみに遊翼とは艦船が水上をあちこち動き回って敵に備えることの意味で、イギリス皇太子の損傷をつけたこの艦はただのんびり航行していたわけではなく、しっかり仕事もしていたというわけだな。 USNI によるとプリンス・オブ・ウェールズの試験と同じ海域で、空母化改修が済んだ出雲型護衛艦も F-35B 戦闘機の運用についての各種試験を行うと述べているよ。この F-35B 戦闘機については、実戦配備する際には複雑な手続きが必要で、その中にははるばるアメリカへ行ってテストを受けなければならないという縛りもあり、時間と経費がかかるし、戦闘機にも高額を支払うのに、そんな面倒なことをしなければならないのかとイラついてしまうよね。日本政府並びに防衛省は2013年平成25年以降、海自が保有している出雲型護衛艦2隻について空母化を進め、合わせて垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画しているみたい。F-35B は2023年現在、42機程度の購入が予定されており、運用するため飛行隊を航空自衛隊に新しく編成し、宮崎県新富町のニュータバル基地に配置することも公表しているな。前述のイギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズだけど、アメリカ東海岸での各種テストの中では無人航空機による試験、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っているらしいから、もしかしたら同じようなテストを出雲型護衛艦でも実施するかもしれないとも考えられるよ。上記説明の通り、空母化はすでに必要とされる空母化作業は完成しており、運用テストも最終段階を迎えたということだね。現状の空母化は増艦上の各種検査をしているんだが、最終的には電子機器のテストが終わればアメリカへと向かうことになると見られているぜ。数年ほどの短い期間あっという間に日本が空母2隻を改造したという能力には世界各国も驚いているに違いないと考えられ、なんといっても艦艇建造や改修工事の平均的工期と比べると短いよな。また、この2隻が揃って艦艦式に参加することを想像しただけでもワクワクするという声も聞こえてくるぜ。そういった人たちによると、加賀も出雲も空母としては中途半端な感じがするんだそうで、例えば、戦闘機が着艦できるスペースがすごく狭かったり、船体の大きさの割には戦闘機の格納数が少ないなどと不満を感じているようだね。今後建造すると思われる空母はそういった不備を改良してほしいと願っているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。